ヒューストン・ジェラミ・グラントは、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド出身、メリーランド州、シルバースプリング育ちのプロバスケットボール選手、NBA のデトロイト・ピストンズに所属している。ポジションは、スモールフォワード、または、パワーフォワード。身長203センチメートル。 ニューヨーク州のシラキュース大学で2年間所属し、2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。2巡目39位でフィラデルフィアセブンティー・シクサーズから指名された。2巡目指名だったことで立場が保証されていなかったが、グラントはサマーリーグで首脳陣に好印象を与え、2年契約を勝ち取る。1年目の2014から15シーズン。 低迷するセブンティー・シクサーズの中でローテーションに加わり2015年1月21日のニューヨーク・ニックス戦ではショーン・ブラッドリー、サミュエル・ダレンベアが持つ球団体記録の1試合8ブロックショットを決めた。このシーズンは65試合に平均21.2分の出場で6.3得点3.0リバウンド1.2アシスト0.6スティール1.0ブロックなどを記録した。 2015から16シーズン、このシーズンは77試合に、平均26.8分の出場で、9.7得点4.7リバウンド1.8アシスト0.7スティール1.6ブロックなどを記録した。サンダー時代2016から17シーズンの2016年11月1日、エルサン・イルヤ・ソバとドラフト指名権とのトレードで、オクラホマシティ・サンダーに移籍した。 このシーズン2球団合計で80試合に平均19.1分の出場で5.5得点2.6リバウンド0.6アシスト0.4スティール1.0ブロックなどを記録した。2017から18シーズン、このシーズンは81試合に平均20.3分の出場で8.4得点3.9リバウンド0.7アシスト0.4スティール1.0ブロックなどを記録した。 2018から19シーズン開幕前の2018年7月、サンダーと3年2700万ドルの再契約を結んだ。このシーズンは80試合に平均32.7分の出場で13.6得点5.2リバウンド1.0アシスト0.8スティール1.3ブロックなど成績を大きく伸ばした。プレーオフでは前後試合に先発出場し、 平均11.6得点などと前年より大きく記録を伸ばした。2019から20シーズン開幕前の7月に2020年の NBA ドラフト一巡目指名権とのトレードでデンバーナゲッツに移籍した。このシーズンは71試合に平均26.6分の出場で12.0得点3.5リバウンド1.2アシスト0.7スティール0.8ブロックなどを記録した。 プレイオフでは19試合に出場し、平均11.6得点などを記録し、カンファレンスファイナル進出に貢献した。2020から21シーズン開幕前の11月に、プレイヤーオプションを破棄して FA となり、3年6000万ドルのサイントレードでデトロイトピストンズに移籍した。開幕からコンスタントに20得点以上を記録し、飛躍のシーズンとなった。 ありがとうございます。